新要素あったよ。え、マジっすか？うん、あったあった。ここなんだけど、どれだと思う？これですか？そう。これ。あからさまに見たことないな。これ何が違うと思う？これもうすでに特殊能力があります、これ。なんかでもこの判定が1ブロックじゃないですよね、これ多分。薄いよね。これね、ちょっと見てて。ここにヨガあるでしょ？はい。これ潰します。どんどん潰していきます、溶岩を下に下に。はいはい。気づく？あ、光源？そう。光ゴケ的な？そうです。もうまんま光ゴケです。そうなんだ。そう。これが光んのよ。あ、本当だ。ちょっとほのかに明るい。あれ待って、これ、あ、すごいこのブロック。なんすか？一つのブロックに2つ混在してる。ほら、こここれとこれが。ああ、そっか。今までこんなことなかったもんね。なかったもんな、このトラップ。そうそうそう、トラップドアみたいになんなかったもんね。っていうことは3つ混在するのかな。あ、すごい。できるんだ。コーティングできますね。じゃあこの上はあ4ついける？え、6いけんのかな。置いて、でこれが5でしょ。あ、いけるんだ。いける？これ6はどうやって判断したらいいの？6はあってもなくてもあんまり変わんないか。これは石にしかつかないですか？土出してみる？わかんない。あ、土でも別に普通にくっつく。あ、そこで置けるんだ。うん、え、そこで置けるならこの松明とかぶっ刺さないでも。まあ松明よりかはちっちゃいだろうけどね、強さ。あー、そっかそっか。松明出して。松明真夜中にした。結構明るい。松明がどこでもいいよ。あー、松明のが明るいね。全然。ぼんやりだな、そこが。それでもぼんやりか。うん、松明ってすごいね。まあこのやっぱ洞窟のアップデートっていうことで、洞窟がちょっとこういう風に自然に飾られるのはちょっと見てみたいかもね。こういうのが生えてるところは。うん。え、嘘？海の中もいける？あ、これはじゃあ松明に勝ってる要素だね。それは勝ってますな。こうやってなんか入り江をこうやって見やすくするのはありかも。そんなレアリティ高くないだろうし。なんかこうアドベンチャーマップ作るときにこう誘導するじゃないけど。なるほどね。ぼんやり見せるとか。あ、全然違うね、海底の明るさが。うん、全然違うわ。あとこれ、この上に普通にブロック置けるんだな。あ、消えちゃうけど。うん、消えちゃうけど。じゃあ砂落としたらこうなる。一緒じゃないですか。落とすよ。はいはい。あ、消えるんだ。あ、その途中もいいね、いいね。あ、それは、あ、途中のはスルーされるんだ。なるほどね。これこういけるのはさ、テクスチャー変えるときになんかオリジナルの何か表現したいけど、こうやってやりたい人はなんかいけるかもね。あ、リソースパックで。そうそう、リソースパックで自分の変えたい、例えばなんだろう、赤髪ちゃんマークとかにこれをした場合、これポンポンって2つ置けるもんね。確かに。そういう使い方は面白いかも。なんか見たことない花がある気のせいに。あ、はいはい、見つけた。これは今日紹介するやつでした。もちろん。ああ、よかった。このね、お花たちはね、全部その地下に咲くお花らしいんですよ。あ、そういうことか。胞子の花っていうことで、こうパッと胞子、あ、つかない。まあここはじゃあ洞窟の中だとして、こんな感じ。こうやってほら上に咲く。これも光源っぽい感じする。なんか垂れてきた。しないか。胞子が垂れるみたい。そしたら次はですね、これアザレア。アザレア。アザレアって何？聞いたことないな。アザレアってなんだ？調べよう。ツツジ。ああ、本当だ。ツツジだこれ。ツツジだわ。ツツジですね。うん。花言葉禁酒です。禁酒？禁酒。へえ。はい、ツツジ出しますね、見てて。羊じゃ。今喋りながら一生懸命羊の卵探してた。あ、花の咲いてないアザレア出る。ああ、じゃあ成長するのか。こうやってやったらテーブルに見せることができるのかなと思った。ああ。テーブルクロスがかかってるテーブル。あ、だからこの上にさ、こんな感じ。おー、なるほど。ちょっと飾りつけるわけね。あ、見えなくもない。見えなくもないね。なんかテーブルクロスがかかったテーブルにさらになんかランチョンマウとかわかんないけど敷いてるような感じにはなる。これがツツジ、あれが羊。だらねダジャレをやばまた生み出してしまった。楽しいな。絶対赤がミンクラフト本編で来た時来るやろ。ソーラに言おう。これがツツジであれは羊とか言いそう。言いそうだけど。言いそうだな。あ、また言ってるよって俺はじゃあその時。これで木にするとかはいいかもね。あったもんね。はい、さらにこのツツジでこの実がなるこれもなかなかなかったんじゃない？草ブロックに実というか花か。育つのかどうかがまだちょっと。確かにどうやって手に入れるんだろうね。これもさ、荒井由実この枯れ木って何に使うんだよっていうところを思ったけど、やっぱりこのアイディア次第ですごい、あ、これいいなっていうのに化けるよね。枯れ木が組み合わせっすよね、要はね。うん、要は使いようなんだな。無限の可能性があります。で次いきます。はい、やっぱ洞窟アップデートっていうことで単純にこれ芝生苔苔か、うん、あ、なんかでも苔いいかもな。雰囲気出るな。なんかこう遺跡的なこうとか、あと和とかいけんのかな、これで。こういうのと組み合わせたり。あー、なるほどね。あとそもそもがね、苔ブロックっていうのが、苔むす石じゃなくて苔ブロックがある。苔、うん、もう苔のブロック。あー、なるほどね。遺跡的な感じはいい味出すね、これ。装飾ほんとだ、いいかもこれ。なんかちょっと美味しそうだな、抹茶みたいな。なんかちょっと入りたくなるよ、こうあったら。うん、わかるわかる。ほんとだ、雰囲気出るね、この感じで出ますね。なかなかいいアイディアをお出しになりますね。まあここが洞窟だとしますよ。はいはいはい。こんな感じでこんな風になってるんだってさ、そういう場所は、新しい場所は洞窟の中で。でこれに骨粉使ってください。骨粉ですか。はい。使います。どうぞ。お、出た。なんかその骨粉使ったところのツタに育つんだってる。中腹とかできる。あ、できるんだ。へえ。あ、すごい。おお。あ、ハサミ右クリックで実だけ取れる。グローベリー。これグローベリーっていうやつで、まあご飯食べられるんだよね。でもグローってつくぐらいだからなんかあるんですか、これは。抗原的なこともできるみたい。グローベリーを石に投げるとこうなる。投げる？投げるというか、まあ使う。右クリック。これグローベリー食べるとね、ただ 0.5 くらいしか回復しないらしい。なんか今後いろいろ出てきそう。ああ、まあありそうだね。ちょっとグローっていうぐらいで洞窟だから暗くしたら。ん？あれ？あ、そっか。あ、実がついてないのか。光るんじゃないよ。うわ、全然違う。うわ、光る。あ、全然違うじゃん。全然違うやんけ。へえ。光るんだね、しっかり。これは勝手に伸びていくんですかね、下までバーっとどん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 。スタみたいにしたらほっといた洞窟えらいことになってそうで怖いけど、うん、確かに。まあでも洞窟に実がなってそこでちょっとお食事ができるならいいかもね。ネザーも食事できるようになったしね、うん、豚肉落とすやついるし。あー、確かに確かに。ネザーの次洞窟が進化したか。明るいな、これ。明るいですね。普通に明るいよ、これ。光源ここにしかないのに。一応草には生える。木生える。生えた。あ、これちょっとおしゃれかもしんないね。なんかこう、あ、なんかテラスなおしゃれな感じで。あ、あるかも、この感じは。で、じゃああれだ、洞窟でこれ見つけてスケルトンと戦って骨あったら骨粉にしてこれペロってやればその場で食事ができるんだ、スケルトンから。あ、そういうことか。うん。考えてんだろうな、そういうのも一応。そういうことか。したらいよいよなんか強いの出てきそうじゃない？そんな優しくしてくれんなら。出るでしょうね。カフェ感出てません？だいぶ。出てる出てる。田舎の。田舎なの？ロハスな感じがしていいけど。しかも高原。高原になるっていうのがいいね。ここ高原、その今グロベリーしかないから、これだけ明るくしてくれるならいいかも。あれでしょ、お客さんお腹空いたらこれもいで食べればいいんでしょ。そうです。それ。セルフサービスとなっておりますのでつって。実はただ。むしゃ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 。じゃあ次、一応最後的な感じではありますが、洞窟アップデート。れなんだこれなんだこれ。ドリップリーフ。あ、コップンで伸びるんだ、1段階。えい。おお。えい。おお。これね、上に乗ってみて。乗った。乗れるんだ。おお。え？これ、時間で傾いて落とされんのよ。はあ、アスレ向き。アスレ特化だよね、これ。回路必要しないからね。でも耐えれる、耐えれる。あ、ちくわブロックみたいな感じか、マリオの。あ、わあ、なるほど。そういうことね。あ、2段階ガッガッって下がりますね、なんか。面白いのは、なんていうんだろう、今回のお花とかは、この石にもつくようになったっていうのがすごい新しいと思う。あ、そっかそっか。石とか木に直接、苔とかもそうなんだけど。確かに。ツツジは土限定だったんだけど、これがやっぱり洞窟アップデート、まさしくそうなんじゃないかなといった感じかな。石に作ってないもんね。確かに。ああ、なるほどね。あ、ワンちょっと不気味だけどちょっと不気味なんだけど、下向きにしかつかないって、なんかさ、ロボットのさ、なんかバーニア部分にこれ使う人いそうじゃねジェットの部分、ジェットの使うかい。これ簡単アイアンマンですよいやいや、舐めたのかアイアンマンあ、ごめんごめん、全然マーク1のカラーが良かったかな違う違う、アイアン要素ねえし、はいマーク1こんな飛ばないからな。なんで？あ、ごめんごめん、倒れてる陰線を置いた方が良かったかな陰線で、この大きなドリップリーフには小さなドリップリーフっていうのがあって、これはね、小さいのかな。そう、育つためにはこう水の中にいる、あああ、土だ、水中の土に張ることができるわ。あー、高さ2確定なんだ。上乗れる？上乗れない。こっから生えてくるってこと？大きいのが当たり判定ない。そっから生えてくるみたいだね。これをコップンである。うわあ、ででっかくなるんだ。こんな伸びるんだ。あ、ランダムだ。大きさでかくなる大きさ。系か。あ、ランダムだ。あ、まあトラップとしては、これ下にクリーパーいっぱいいたら怖いね。ああ、そういう使い方がある。じゃ、とりあえずそこにいて、はい、そこスタートね。どうぞ見えてんだよな、頭が頭が見えてんだよな。あ、時間がゴールいて、あー待って、クリエイティブだと反応しないあ、待って、あっちから狙われてる。俺車線取ってる。あぶれ、車線取ってる。いきますよ。じゃあちょっと待って、ちょっと優しくするよ、さすがにね。はい、これではいけるでしょ。まあでも焦れだからね。まあね。ねえねえねえ、見えちゃった。何が？見えちゃった。そのなんで見るの？攻めてしまって反応してしまったから。セーフ？うわあ！なるか。そいで前にですね、パウダースノー、これやっぱりほら白クマもダメだったじゃん。ダメージ受けてたじゃんよ。で、アップデートで対応するモブ出てくるんじゃないでしょうかとか言ってたんだけど、出てきました。修正されました。ああ、じゃあ見てくれたんですね、公式が。これがじゃあこの動画見てくれたんでしょう。そうでしょう、やっぱりでしょう。これなんですけど、これはね、キツネさんが対応しました。なんとキツネ。ああ、そっか、キツネ。あ、でも俺は沈むんだ。そう、キツネは沈まないっていうことで、よいしょ。キツネが雪に対応しました。キツネなんだね。まあなんか白クマとかではなくキツネ、まあ北極ギツネ、白ギツネ見たはあるけどね、雪で生活してそうなのは。うんで、さらに敵モブも対応しました。やっぱり敵ってことはですね、敵はね、こいつスケルトン、スケさん。そう、意外やな。スケルトンがある程度雪に埋まってると、俺これあると思ったんだよね、ストレイに進化するっていう。そのゾンビがドラウンドになるみたいに、ここの中にいるとスケルトンがストレイになるんだって。全然来た来た。うわ、ストレイになった。冷やされてストレイになるんだ。でね、ストレイは寒さ対策ができてないから、これでもダメージ食らうみたいよ。これほっとくと粉雪ダメージ食らっちゃうんだ。そう、食らっちゃうみたい。耐え手があるわけじゃないんだ。ほら食らっちゃう。逃げて、逃がしてあげようかな。ほい。でもどっちにしてもこのキツネと違って、はいはい、上にはいられないからやっぱり溺れちゃうみたいだね、粉雪に。ここら辺も対応するんじゃないかな。いや、そうですね、これは。ああ、スノーゴレムは乗ってほしいな。あ、戦ってる。あ、強っ。強っ。ストレイは確か呪いのなんか遅くなったりいろんな矢を打つかな。でもなんか俺らがさ予想したさ、スケルトンは対応してきそうだねとか、なんか対応しそうなモブ出てきそうだねっていう予想がちょっと当たって面白い。面白いね。早くみんなでやりてえな、正式版出たら。またその時にもいろいろ変わってそうだな。もう俺その時には多分忘れてるからね、これを。俺のすごいところは忘れるから、初見でやったら何回でもできんのよ。いや、まあポジティブに言えばそうね。そう。あ、倒した。おい、すぐ。あれ、スノーゴレムは雪ダメージないのかな。ないんじゃないですか。これであったらもう言ったらもやめろって話です。確かに素顔にしとくわ。あ、あれ食らうんだ。あ、食らっちゃうんだ。食らってほしくなかったな、それは。確かに。あー、ダメだ、雪玉になってる。これでだいたい今の 1.17 の新しいスナップショットはだいたい遊べた。あれはないんですか。あれは何なかったっけ。なんとかセンサー。あ、俺それなんだかわかんないんだよね。なんじゃこりゃ。スカルクセンサー。スカルクセンサー。ほい。間違えた。なんだこれ。これはなんか今わかりました。ともさん動いた時。わかんない。くるるるとは言ったけど。ほら。お、なんだこれ。俺から信号がこう動いた人から。ほら。ほら。何それ、人が。ほら、俺はトマさん動いてみてください。じゃあ反応しない。あ、してんのか。します。あ、人が近くに。あ、人感センサー。じゃあつまり、あー、惜しいな。何人が動いたらはず。あ、鳥ちゃんからなんか飛んでるのが見えんな、ピュって。わかります、今の。あ、音波見て、なんか空気の振動、それがトリガーになってるよっていう信号です。へえ。振動なんですよ、これ。振動だ、本当だ。ちょうど着地した時じゃん、うん、落ちた時に出る。そうです。振動センサーなんだ。じゃあ俺がこれで動かなかった、飛んで動いてても反応しないんだ。うん、人感じゃないですね、だから振動。あ、本当だ。じゃあクリエイティブでこうやって飛んでたら反応しないし、はいはい、あれは反動しないんだ。上飛んでる飛膜を落とすやつ、ファントムもう多分しないとは思いますね。ファントム出そう。地面に出したら反応するよね。で、俺がサバイバルになる。誰に反応する。あ、分からん。反応してる。してるのか。してる。飛んでるファントムから出てるもん、音波。ほら、本当だ。泣いてるからか、普通に。鳴き声も空気の振動って感じ。動く。ああ、人がこうやって動いた時にその信号が出るってことか。そうです。だからこれが壁に埋まってても大丈夫なんじゃないかな。なるほどね。ここに置くのは反応しない。ここだと2の強さ、ここだとこれぐらいの強さ。どんどん強くなる、近づくだけ。はあはあはあ。で、その鳴らすものによっても変わるみたい。あー、じゃあ俺マイクラで音って言ったらあれなんだけど、どれだ。あった、これ音符。これ。おお、どうだ。一緒なんだ。でも14なんだ。で、強さはもう一緒なんだね。それがマックスぐらいなのかっていうことなんだ。ここでじゃあリンゴ食べる。それは大。あ、14入ったよ。あ、マジか。入るんだ、それも。14入った。すごい。食べ物を食べた時もトモさん、この羊毛の上でちょっと食べ物食べてみてください。お、あれ嘘。あ、それは行くんだな。なるほどな。じゃあこれは感知しないんだ。へえ。俺ちょっと調べておきました、それは。この前。あ、感知する。これ感知しまくる。羊毛は吸収するんですよ、きっと。へえ。スライムブロックは？スライムはべちゃってなるよ。べちゃるよ。あ、めっちゃなる。めっちゃなるね。ああ。だからなんだろうな、こう自分だけこう知ってる道を作って羊毛で、上からカーペットで、あ、カーペットもでもいけんのか、こう侵入セキュリティをできますよ、ね。セキュリティ強化できんね。おお、やってんなこれ。ほらなるだろこれ。感知距離って何なんだろう。落雷と爆発の感知距離が大きいんだよね。遠くに落ちても反応するってことじゃないですか。どこいうことなの。俺が落下では2でしょ、ここ。はいはいはい。ここじゃあここに落としてみるか。いくよ、来い。あ、でも2なんだ。でもこれ差出ると思うけどな。うん、あ、2か。スカルクセンサーはどこにあるんだろうね。ノラで手に入れるときはまだ追加されてないと思いますよ。そうなんだ。スナップショットには新しいモブが関係してると思いますとだけ言っておきましょうか。ああ、新しいモブ。なんで知ったつもりでいるの。と言っておきましょうか。だからこの音も鳴き声モブのと考察します、僕は。そいつはさ、きっと強いんじゃない？つまりこれあれでしょ、ワイヤレスで発動できるようになったってことでしょ、コマンドなしで。そうですよ。ペロッとここに落としたものを検知してってことだもんな。うわっ、もうワイヤレスだもんな。すごいね。そう、これは面白いわ。これ17楽しみだね。早くこれの正体を知りたい。まだそれは分かってない。おそらくって感じなんだ。あ、一応その名前がワーデンっていう名前なんですよ。なるほど。このワーデンっていうのが対ネザライト装備の人用のモブなんだって。あ、そうなんだ。もうエンドコンテンツだったネザライト装備に対するコンテンツだから。よっぽどワーデン強いわ。ああ、あ、ウォーデンかな、公式サイトだと。ウォーデンはやっぱ洞窟の中に生息している。でそのため目は見えない。だから耳で音聞くんだ。これ退化しちゃったんだ。フルフルだ。面白い。そういうことだね。うわー、それボスキャラだ。楽しみだな。だから普通にマイクラするときにこんなには並べられないってことなのかな。うん、貴重なんでしょうね。うん、ああ、面白い。じゃあここら辺で締めたいと思います。はいはい。ではということで 1.17 またヨッピーさんと一緒に遊びました。はいはい。アップデートしたらまた赤紙クラフトのみんなで遊びたいと思います。楽しみですね。はい。ではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。